師匠に Google プラスの楽しむコツを聞く講座のお時間がやってまいりました。パーソナリティを務めます中村真理子です。今回はゲストとして Google プラスで師匠と呼ばれている松井咲子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんごきげんよう。松井咲子です。お時間のない中わざわざこうして収録に足を運んでくださったということなんですけど、まず最初に Google プラスの魅力を教えていただけますでしょうか。まあそうね、まあ普段公演とかでも会えない方、劇場公演とかで会えない、握手会とかで会えない方とも、はい、こうコメント欄でやり取りができたりとか。あ、なるほど。やっぱり海外の方からコメントをいただけるというのがすごくすごくすごく魅力かなと。あとはこう、まあ、私たちのこうリアルタイムでこう見れることが何よりの魅力じゃないかなと思っております。なるほど。そうですよね、やっぱりなかなか今劇場公演にも足を運べない方もすごい上品な飲み方で、こちらアールグレイとダージリンのブレンドティーに香りがね引き立つようにしておりますので、いかがですか。とてもこ香りが美味しいです。よかったです。実はこれほうじ茶でした。通りでの初めてのお味で。はい、というわけで気を取り直しまして、まず Google プラスの初心者の皆さんにまず最初にこれだけは知っておいてほしい、やってほしいっていうこと何かありますかね。そうね、まずはやっぱりこう初めて登録した方には、はいはい、サークル、はい、サークルですか。サークル何を言ってるんですか。今のはすいません。冗談はお許しになって、サークルの方で好きなメンバーをちょっと選んでいただいて、そのサークルの方に自分の中で Google プラス選抜をサークルに登録してしまうと、はい、サークルの方にメンバーを入れていただいて。はい、わかります。ということはおさらいしますと、はい、まずは Google プラス初心者の方にはまず自分の好きなメンバーをサークルに。冗談よしてよ、サークル。では好きなメンバーをサークル、メンバー上達が早い。好きなメンバーをサークルに入れて。あんなに言ってんのに分かんない。すいません、マネージャーさん呼んでもらえますか。サークル、すいません、うちのナレーターの中村がちょっと迷惑をかけたみたいです。全然いいの、全然皆さん見てますから。すいません、このまま続けさせていただいても構わない、構わない。ちょっと待ってください、マジなマネージャー、本物の。ちょっと待ってください、これちょっと一回止めますよ。続きはウェブで。